こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカレンズの最高峰と言われておりますレンズ、標準レンズのノクチルックス 50mm になりますね。 F 値は 1.0 です。こちらはですね、ノクチルックスの第2世代にあたるレンズになっておりますね。非球面ではなく、球面レンズが使われたノクチルックスになりますね。ご覧の通りノクチルックス M マウント、F 値が 1.1、50mm になりますね。ライツカナダ社製の個体になります。CR が 3114045 ですので、1981年のですね、ノクチルックスということになりますね。はい。ということで、はい、非常に人気の高いレンズになりますね。僕も大好きで、よく撮影に使うレンズですね。なかなかピントは合わないんですけれども、この開放で撮影したこの背景と手前のボケはですね、美しすぎて、もう一度手に入れたらなかなか手放せないレンズになりますね。はい。非常に高額なレンズになりまして、まあ、うんちくもいろいろあるんですけれども、もう本当に高いからって言ってしまっとくんではなくて、もう使い倒してなんぼのレンズですので、ぜひですね、お手元に届きましたら使い倒していただければと思います。ということで、はい、じゃあ今回の個体の外観から見ていきます。ずっしりと重いレンズではありますけれども、今回の個体もですね、だいぶいい状態で、目につくすれあたり、へこみとかですね、このローレットの摩耗、ペイントロスなどは見当たらない状態です。文字消えとかもないですね。はい、傷汚れはないですね。どっかに落として歪んだり、強くぶつけたり擦ったりしたような跡も見受けられません。ご覧の通りですね、備品といって差し支えないと思います。で、肝心のレンズですけれども、レンズもですね、非常にいい状態です。前玉後玉ともにですね、擦れ傷ひっかき傷、コーティングの剥離摩耗も見られず、大変綺麗です。やはり大事にお使いになられて、皆さんお使いになられてますので、こうグリグリ、紙で拭いたりとかせずに、こうですね、大事にブロワーで、ホコリを飛ばす程度だったと思いますね。で、中玉ももちろん、曇りカビ、バルサム切れ、はないですね。チリホコリの混入もですね、ゼロではありませんけれども、こう、LED で光源に透かしてちらほら見える程度ですので、画質に全く影響はありませんね。肉眼ではほぼほぼ見えない状態です。はい。曇りとかもですね、LED の光源に透かして見てますけれども、全然見えませんので、大変綺麗な状態ですね。で、絞りの動きにも問題ないですね。はい。羽の痛み、油の乗りなどもありません。ピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動きムラなく動いております。付属品がリアキャップと、こちらのですね、これ社外製ですけれども、こちらの保護フィルターをお付けいたします。保護フィルターはですね、これはもう必須だと思っていただけましたらですね、はい。そしてこちらも、単体で、手に入れようとするとかなり高額になってしまいますフードですね。このこちらは純正になります。これを押して、グッと回して、ロックしてください。はい。今回はフロントキャップがちょっとなかったんで、買い取った時からなかったんですけれども、このフードと、このフィルターですね。で、この保護にはなると思います。はい。という感じで、大変いい状態の、はい、ノクチルックスが入りました。はい。非常にいい状態のノクチルックスの個体ですけれども、念のため、末永くお使いいただくためにですね、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい、ライカの、標準最高峰レンズ、ノクチルックス 1.1 ですね。失礼しました。ノクチルックスの 1.0、50mm になります。こちらは第2世代の個体になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。